い、クミンでーす。楽屋トークでーす。はい、久々の楽屋トーク、すっぴんから参ります。これね、本当はお化粧してから回そうと思ったんですけど、実は、待って、24歳になって、楽屋トークはすっぴんやってないの気持ち悪いところから参ります。ですね、まず今日スタジオ塗りました。はい、スタジオ収録です。はい、でスタジオ塗りました。でいかに雑かというね。でね、これね、あんまりね、綺麗にシュッてやるよりぼやけたラインの方が綺麗ですよってもう大先輩に教わったんですよ。言い訳。最近ね、目の下のクマとか、これね、私名前わかんなくてごめんなさい。こういうものを使ったり、そして下地ベースを使ったり、いろいろやってたんですけど、これに巡り合ってからね、なんか目の周りだけであんまり下地を塗らなくなってきました。もちろん夏とかは UV が入ってるのでこっちなんですけど、ほんとわかんないですよ、何塗ってるかね。はい、想像豊かに、なんちゃってどっかに本に書いてあった。じゃあこれをね、目の下に塗ります。この間ね、ここナスキッチンでナスを炒めようと思って、ちょっと多めの油で、でナスがですね、いつもなんかこうザルにあげてあるのに、その時に限ってまな板の上に置いといたんですよ。でその熱したなかなかうちちょっとフライパンが温まらずにで、ザバッと入れれば、その熱々にしててザバッと入れれば温度がサッと下がるのに、携帯こう回しながらね、こうやってザバッてやったらね、一個もね落ちなかったの、ナスが言うことナスっていうことで誰も笑わない。あ、さっちゃんがいないのか今笑ってる。演技です、あれ。演技。絶対演技。うん。ということで、ピッて。ね、ここ飛んじゃって、ほら、これ。目じゃなくてよかった。これはね、ほくろ。あ、これもこんなに飛び散ったの？あ、これはね、シミ。で、ここのところね、苦労してるんですよ。このクマが物語って何の苦労か気になる。苦労って大したことはないんですけどね。はい。ということで。で、こんなとこもね、でもね、ちょっとね、ピーリング、前にね、通販でご紹介してさせていただいた、ピーリング、これもうほんとクミファンの男性の方は幻滅するだろうな。いいです、64歳だからも。最近、鼻の穴が大きいって言われて、こう、シンクロナイトのこれ取り寄せて、これやってたの最近やってないですね。もううち家系なんです、これが。うん。でね、ちょっとね、ここら辺も、もう何十年もシャドウ塗って、ね、太陽に浴びてかぶれてるかな、みたいな。うん、こんな感じで。で、これね、結構伸びるんですよ。で、これね、今リキッドだったんですけど、実はこっちまだ使ってないけど、ちょっとこれ濃いめなのかな。でなんかね、ちょっと傷があると、あ、ここはね、ちょっとアレルギー湿疹の後ですね、こういうとこにちょん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 ってやって、ちょん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 、テナップとかね、お化粧品とかありますので、はい。私はね、爪が柔らかくてね、あ、ちょっと伸びてるか、伸ばせないんですよね。はい、ということでお化粧してまいります。ほら、乾燥している、伸びないという時には、美容液をちょっと混ぜながら私やります。あら、こう朝ね、琥珀パック、私がエステでやってた時の お客様にね、もうその琥珀パックが最高なんですよ。あ、JCL 塗ってないじゃん。これもう、でも一回ね、お風呂上がりに、まずこれなんです。私は、もうこれ。もう、人幹細胞で、皮膚を再生してくれるという、これ。ちょっとだけ。
もうまずこれですね、私は。こっちのカメラ鏡にしてたらこうなりますよね。失礼いたしました。今すごいことになってるんです、本当は。なんかここ照明がね、楽屋がすごいから、綺麗に見えてるように感じますけれど。うわぁ、乾燥してるわ。ぜひね、こうやって下げないで、こうやって縫ってください。もう絶対下げない。下げない。一度言ったことは下げない。いい通す。間違っていてもいい通す。頑固ババアだな。やばい。ちょっと、かさぶたになってきたのが、そろそろ4日目、3、4日目になると、むけそうになる。で、最近ね、やっぱりね、下地をガバガバ塗るとね、厚塗りでね、こう、目の下が時間経つと、こう割れてくるんですね、塗れば塗るほど。なので、ファンデーションは塗ったか塗らないかわからないような。でね、これもご紹介させて、通販番組でご紹介させていただいたやつをずっと使って、もう私ね、真面目なサプリも何でもかんでもご紹介させていただいたやつね、アマゾンで買って、それから通販で買って、使っておりますのよ。でね、すーごくいいファンデーションに知り合ったんですけど、それをまだ、使いかけがあるので、番組でいただいた時のやつがまだうちで使ってる状態で、それを仕事場で使わないとね。で、お料理動画の時はほぼもうファンデーション塗らなくなっちゃいました。せっかくスポンジがあるからスポンジで塗ってみるか。キノコスポンジ。今、この携帯では白いんですけど、このぐらいの塗りだと、テレビの 4K だなんだかんだっても毛穴まで映りますからね。そんなに綺麗には映らないんです、これね。まあまあ、やっぱり普段よりは、ファンデーション、薄めと言っても塗りますよね。若い時はやっぱり 薄めでよかったけど、もうほぼね、すっぴんでやってましたけどね。あれですよね。役者さんとかタレントさんの顔を撮るときに、毛穴まで映る、シミまで映る綺麗じゃなくって、シミとかシワをカバーする綺麗で撮っていただけるといいですね。携帯のアプリみたいに。それ贅沢か。でもね、メイキング、コマーシャルのメイキングでね、バラしてましたよ。普通に撮った、動画を、お化粧品のね、スイッチポンで、ブワッと、もう、なんかシミシワがなかったことに、みたいなね、ポチってそういうのね、テレビでやってたから、もう私、暴露していいですよね。そういうね、ドキュメンタリーやってましたね。それはね、メイクというよりも、こんなに、昭和いきます。ハイテクになったんだっていうね。ハイテクって今何て言うんですかね。入ってくんですよ。ハイテクはハイテクだ。ハイテクはハイテクか。入ってくんです。いいのか。でもハイテクってうははって笑われたというか。そうですか。じゃなくて。入ってくる。ハイテックってヒートテック、ハイテック、ハイテックじゃなくてハイテク。ハイテックじゃない、ハイテク。どうハでイテック。ハイテックってなかったね。ないすか。か。ハイテック。ヒートテックと間違えてる私。早い、多もし分かしが。たらどっかの会社名にあるかもしれません。ハイテックっていうね、なんかね。ハイテックって会社があったんだかあ、ね。ありますどっよか企ね。業様がありま企し業た様ね。がいらっしゃいますね、きっと。多分ですこんけな、ど。ちょっと、こんなもんにしとこうか。下はね、伸ばすとして。ここはね、やっぱりね、カバーしとかないと、目の下ね。でも、ゴンとここ熱くなっちゃうと、こっちの鏡でやらないと。あ、つけすぎた。
これはまずいぞ。もうね、ベースをやってしまえば、もうちょちょちょいのちょいなので。あ、ちょっと塗りすぎちゃった。もうね、メイクする動画はたくさん上げさせていただいているので、楽屋トークでいっぱい出てくるかと思いますが、まあ、新しいものがね、増えた時には、うん、また、薄めるのでね、それで、まずですね、真っ平らに、私メイクは本当素人で、メイク絵も下手ですし、グラデーションもダメなんですが、いつものこの舞台メイクの、これもいつもやってますね。はい、3色あるうちの今一番ダークを目の上にちょん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 、そしてこの頬紅のところにちょっとベースを置いて、あ、つけすぎた。つけすぎた。そして今日はどんな輪郭でいきたいかって、今ね、ちょっとここがね、むくんでるんですね。これな、こうやって液化リンパに流してね、本当はね、出るんじゃなくすことができるんですね。なんだけど、顔の EMS、筋トレですね。それもかけてないしね、もう、タルンタルンのまんますみません。でね、今日は、ここのラインに、顔をね、どんな顔にしたいかってことで、ここにこう、これってさ、バラしすぎだってスタッフは思ってるかもしれない。ここまでバラすなよ、みたいな。あ、寝てるか？なんか仕事してます。はい、フリキラージャイエソさん炊いてますね。ここのところアレルギーがね、すんごい出てて、で本当はね、これじゃないね、ブラシすごく気に入ったのがねあるんですけど、それうちで使ってます。ああ、ノーズ入れてなかったか。ノーズここに一応参考にしないでくださいね。メイク YouTuber の方の参考してくださいね。私、メイク YouTuber の方が使ってるやつを取り寄せたりとか、あと、さっちゃんが持ってるやつを取り寄せたりとかしてますので。で、ここからもらってっちゃったりとか、交換こしたり、迷惑かけてます。その、迷惑かけて。うん。ちょっとね、音つきましたね。そして、ここの顎。自分が今日なりたい輪郭。で、これ筆使うまではね、ちょっとここまで黒いの残ってますよ、みたいな感じで。ファンデーションが薄くなった分、やっぱりここの、これが、境目が。ちょっとここの腫れてるところも、腫れてるっていうのか、水分が溜まってるところも。ちょっと朝少し流したんですけどね。はい。ということで。そして、ここの境目がまだはっきりしてるので、これ。これしばらく使ってなかったか。これにこれがスポンジがついていて、ここが、こんな風につきますよって。かわいいよね。これがつきますよっていう。これでちょっとここもかしましょう。これ本当映った時にこの輪郭に見えたりとかするんですよ。で最後にですね、もうほぼできましたね。ファンデーションが終わってしまえばもうお化粧はほぼおしまいみたいな感じでございまして、
これの、この、やけどしたとこまだね、これ映るんですよ、声だと。声だと映るんですよね。ちょん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 。あ、なくなりました。なかったことになりました。はい。それでティッシュオフ。今ね、オイルっぽいファンデーションも下地も、ほぼなくなってきましたけど、それでもね、ちょっと遠目にしますね。これだけ取れるんですね。お粉がね、薄付きに、ね、鶏の唐揚げもあんまり片栗粉まぶすとガブッ、ゴテッとなりますし、鶏の唐揚げと私一緒、一緒。ね、例えがちょっと悪かったかな。で、こんな感じで、そうそう、あの、初めてご覧になる方、メイクのサッチャーいるのになんで自分でメイクしてるのって、あの、さっちゃんやるとプロのもうグラデーションのすごい綺麗なお顔になるわけですよ、プロだから。だけど私は、あの、今日は大場久美子で出るので、なんか、ちょっと、あの、普段の顔だよっていう時に自分でやるんですね。で、もうファッション的なものとか、あの、そういうものは、もう大場久美子を超えて、ちょっとなんかこう、あの、別人になるときは、別人28号になるときは、あの、やってもらうみたいな、私は役者として区分けしてますね。で、眉もですね、今はこの粉だけほぼ。これ、毛糸ですね。さっちゃんはね、こういうものがついてると必ずずっとキープしてくれるんですよ。私も、こんなの最初に捨ててしまいます、もう。これでね、この真ん中のやつで、本当にここ、あ、でもこれ、あ、どうしようか。ちょっと鏡。前髪は、もう、あ、また埴輪。今、社長が編集してないからね、埴輪の絵入れられないから大丈夫。でも着替えたところ、あ、今日は社長、着替えたところ、つけていただけますか？あ、よかった。もうね、社長がね、担い編集は卒業されたみたいで。卒業はしてないですか？で、こんな感じで、今ね、あの、ファンデーション塗っちゃったので、本当ファンデーション取ればいいんですけど、ファンデーション今、取らないで、なんか吊るしてます。軽くこう撫でて、で、役者の時はね、ぶっとくしたりね、こう眉を下げてみたりね、もうキリッとこう角をつけてみたりね、キッてやってみたりね、役によってね、変えてるんですけど、役作りしないで前で役作りしてるの。あ、でもそれもね、お化粧も一つも、一つ大切な作業ですからね、役作りの。で、やりましたら、ある程度やりましたら、今度、あの、こうなると私がメイクできる人みたいに見えちゃいますけど、目の下。よいしょ。軽く、薄く、入れといて。で、それを、薄いやつを、ピッ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 、ここの角を立てて、今ね、ちょっとね、自分の眉が太めに、あの、カットしてますね。こんな感じですかね。じゃあちょっと埴輪やめましょう。埴輪。で、こっち側。ピッ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 。はい。そうしましたら、あ、こっちもやんなきゃね。こっちも。上も。あ、上は、ちょっと、目が垂れ目になってきた部分、やっぱり目、重力で目が下がってくるんですよね。あ、目は下がらないか、まぶたが下がる。目下がっちゃったら大変。ここら辺にノーズを入れとくと、もう、ちょっと上がり目に見える。これも本当私のもう、考えですよ、これね。あとでね、いくらでも修正できますのでね。そしたら今度、上のところの縁に、影を作る。あら。知り合いの俳優さんなんかはもう、あ、
エクステが1本取れた。1回引いたら1回だけっていう方がいらっしゃるけど、私はもうね、目の上がシワシワなので、何回かやらないと。うん、今ライン入れてないんですけど、粉だけでこんな感じ。プロのメイクのさっちゃんがいる前でこんな堂々とメイクするってずうずうしいよね。まあでもまあ、大場久美子の顔っていうことでね。勉強してます。どの顔が言ってるんだ、それはどれ、誰が言ってんだ、そんなこと。優しいでしょ、さっちゃん。ねえ。もうこれですよ、本物は。会議でもね、今読んでる本がね、プロはね、分かっていてもね、それは違うって言わないんですって。本当に本当に。今そういう本読んでんだけど、あ、正座したくなってきた。ちょっと足を上げて。よいしょ。それで、昔はね、もう唇の感覚、輪郭を、今日まだ衣装が何系か分からなくすに、衣装が決まってから、さっちゃんが唇出してくれたり、イヤリング出してくれたり。あ、今日はスタイリストさんがいるんだ。そうだそうだ。またでお衣装持ってきてもらってみてから。でね、私ね、ここのところが前見たんだけど、唇がね、こうやってこっちが太くてこっちが薄いんです。なので、ここだけが追い出して。一応。バランスを保って。リップクリーム塗ったのにな。で、ベースができましたとさ。そして、最後のこの黒と、この、でもこれでも結構黒っぽいんです。なので、目の下は、はい。おはようございます。すいません、この格好で。それで、濃い方が、これで。押しましょうか。ありがとうございます。全然これ、そのままでね。うん。そして目をちょっと大きく見せたいなっていう時にここの真ん中だけ真っ黒入れるんです。ちょっとこれね、こうやって大きくしちゃうとクミアナちゃん、クミアナちゃんになっちゃうので、こんなもんかな。お、お、あ、こっちの方がちょっと大きいか。えへへへへへ。そして、下はでも入れなくてもいいんですけど、どうせ本番までに薄くなっちゃって取れちゃうので、なんとなく。あ、いいんですか？はい。いいんですか？大丈夫。はい。ということで、メイクが出来上がりました。あとはね、さーちゃんが用意してくれた、こういう混ぜながら、頬紅を入れたりとかして、照明が明るければ明るいほどちょっと濃くするみたいな感じで、あとヘアを作って、終わりたいと思います。またスポンサーが、私をキャスティングさしてくださってるスポンサーさんがなんかくださった。あれ？冷蔵庫。あ、冷蔵庫や。冷たい。もう申し訳ない。今日はね、一日中なのでお弁当が出ると思うので、ほらまたこうやって通る。あ、ハサミ。うん、あ、そう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 、
子供たちのご飯のリブドックのスポンサー様から、この、この、J シェルもそうなんですけれど、そのスポンサー様から、これいただきまして、これ、反対か、アトミウェットティッシュ。これがね、すっごくまろやかで、私今とても気に入ってるんです。で、これの携帯用があって、さっちゃんごめんね。これ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 。これもいただきまして、これが最高に。はーい、最高に。ありがとうございました。申し訳ないです。それでね。あれ？どこだっけ？どこ行っちゃった？あれ？あ、そうだそうだそうだ。さっちゃん、みかん持ってきたからみかんあげ。おやつに、うん、社長はね、柑橘類ダメなので、うん、みかんあげる。なんか探してたものがないので、ちょっと、うん、もう今月三日日みかんの 2L 糖度12度って、もう何パック食べてるか、もうそろそろ終わりかなと思いながら、うん、うわー、食べる時間ある？まだ。かわいいうさぎさん。わ、おいしそう、あんこ。わ、なんかなんだっけ、牛皮みたいな、なんか。食べません、朝から。あんこだ。私ね、和菓子のなんだろう、練り物のなんだっけ、あれ好きなんだけど、なんて言うんだろう。練り物でいろんな形作るじゃないですか。今、手消毒してあるので。練り切り？かわいい。これね、ちょっと照明がすごすぎてピンクがわかんないのが残念。いただきまーす。うん、うん、うまっ、うん、あんこが食べながら、あんこがしっかりどっしりずっしり、うん、うん、つぶつぶあんがめちゃめちゃおいしい、うん、あんまーい、つぶあんとかちあんもんそうか、私コシャンだったんですけど、最近つぶあんを食べるようになった。うん。うん。あんこね、小豆ミルクバーっていうのがあって、中に小豆が入っていて、薄くこう、ミルクがコーティングされてるの。私それ好きで食べてたんだけど、それが、うちの近所ではスーパー一軒だけしか売ってなくって、で、ね、いつも行くスーパーで、小豆が、これの3倍ぐらい入っていて、その周りにミルクアイスがコーティングっていうのがあって。丸いやつですか？丸いやつだ。うん、でね、そう、あ、指定してます。昔から美味しい。あ、昔から。でね、もちもちっていう風にね、もちもち、おまんじゅうだよとユリが言うから、じゃあいつものやつのがいいって言って食べてたら、たまたまそのいつものやつが切れていて、一生懸命聞いてくれてその食べたらね、おまんじゅうじゃなくてちゃんともうどっさりあんこが塊で入っていて、アイスが、はい、ということでした。あんまりないんですよね、そっちこっち売ってないんですよね。このぐらいの形の、でね、細くあんこが入って細くなってるこういうねやつは、上の方にね練乳が入ってるの。あれが美味しい。でもね、その小豆は小豆でめちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、30分、これからですね、返信したところをですね、箱崎社長が、編集って言ってもピチってつけてくれるそうなので、この主婦クーミンから
はい、今日は大場久美子で、こんにちは大場久美子です、こんなうざい言い方したいんですけど、本番ね行ってまいりますね。それでは皆様もハピラキでじゃね、本番行ってきます。今日は黄色です。今日は